chasing twilight and lonely land without the clue, without a sign, without grasping the real question to be asked, where have I been? I'm a chef. ありがとうね。 当然わかるよな。
しね。
早かったのね。どうぞ。率直に聞くわ、鴨志田先生、それから斑目、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫だよね？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの？教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？時間をかけるだけ無駄だと思うけど。どうぞ。おお、今どこ？便所？いつものとこで怪盗団の会議な。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。お、来た？あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高巻杏さん、それから斑目の門下生だった厚生高校2年生北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田と斑目で酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとか見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、龍二。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こ
こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユウスケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの？あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ。図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから警察ですら実情を把握できないそうよ。
そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。言い負けてんじゃねえか。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間、過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ、上から指図しやがって。ユウスケに連絡だ。獣人学園の生徒会長ですって。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？信じるも何も、あの誠がどうして。揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああもうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが？超大ピンチでしょう。善人ずらした悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろう。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。よし。おい。
実はな。
我が輩からの提案だ。あっちゃね、噂。
答えてごらん。違うよ。